これでおしまい。ユキトさん。なんだ。トランプしよう。トランプ？どうした？帰ったら一緒に遊んでくれるって言った。だから私補習頑張った。帰ったらユキトさんとトランプしようって。あのな。トランプしたいな。わかった。やってやる。本当？あ、本当だ。トランプ取ってくる。待っててね。出かけちゃダメだよ。絶対だよ。あ、わかった。難しいルールのはやめてくれよ。理解できない。うん。じゃあ神経衰弱は？うん。それだったらわかる。どうした？うん、なんでもない。いや、失敗。お前泣いてるのか？泣いてないよ。本当か？もう一回並べるね。遊べる。頑張らないと。やらないと。私、頑張らないと。どうしたんだお前。具合悪いんだったら休めよ。大丈夫。大丈夫。どうしたおい。大丈夫か？どうしたんだよ。何なんだよ、あいつ。いきなり泣き出しやがって。いくらなんでももう泣き止んだか。帰るか。いつからいたんだあいつ。おいおい、どこ行くんだよ。おい、ミスズ。え？じゃないだろ。何無視して帰ろうとしてるんだよ。かったのかな。いつもの通り言えばいいだろ。なんて言ってたっけ。お前いつも何でも一緒にって。一緒だから今は一緒に帰ろうだろ。そうだったね。でも今そう言ったら一緒に帰ってくれるのかな。今って今更だなお前。今言ったら一緒に帰ってくれるのかな。ああ、俺も帰るところだったからな。じゃあ一緒に帰ろう。ああ。本当？ああ、腹減ったしな。ユキトさん、いつもお腹減ってる。そうだな、食べた直後以外は。機会があったらって。ん？ユキトさんそう言ってた。何？初めてミスズって呼んでくれた。そうだったか。うん、ミスズって大きな声で。嬉しかった。ねえ、ユキトさんは友達？違う。あ、でもそうなる可能性はあるかもな。うん、よかった、それで十分。
帰ってたのか。なんや、あんたもこんな時間まで起きとったんか。なんか寝つけなくてな。飲むか。いや、いい。それよりな、美鈴、どこか悪いのか。今日、美鈴が突然泣き出して、どこか悪いのか。よくあることなのか、あれは。それで、あんたどうした。何もしてない。一人にしておいただけだ。あんたようわかったな。あの子の癇癪止めるにはそれしかあらへん。ちょっと引いてやろ。引くってどういうことだよ。考えてみ、あの子いくつや。あんな大きい子が癇癪起こして泣き出したらあんたそら引くで。小さい頃からずっとや。誰かと友達になれそうになったらああなるね。病院とかで見てもらっても治らへん。精神的なもんやろし、大きなったらみんな治る思ってたんや。なんで治らへんのやろな。それで俺に。ほんま、いつまでもあの子の友達でいたって。あんた無責任だな。なんでやの。それは俺の役目か。母親の役目じゃないのか。母親。そうだ、母親のやることだろ。何も知らんで偉そうな口聞くな。すまん、言い過ぎたわ。あんたぶっきらぼうやけど、ほんまは根のいいやつやと思うわ。だからミスズを頼むわ。うちではダメなんや。やっぱりダメか。ちくしょう。あれ、もう終わりかい。うん、糸で釣ってるようには見えなかったが、どうやっていたのかな。ソーラーパワーだ。そんなわけないだろう。ね、もう一度動かしてみてくれないか。うん、ああ。いいか、動かすぞ。ポケットの手は出せないかい。出せる。いいか。ま、よし。おお、それでも人形は動くか。すごいな。これはすごいと思うよ。いや、そうか。ま、これでは子供は見向きもしないだろうが。どれほどすごいことをやっていたとしても、楽しくなかったら子供の興味を引くことはできない。こんな力を持ってるなら職業を変えることをお勧めするよ。余計なお世話だよ。うん、ま、好きでやっているのなら仕方がないな。というわけで君の発展を祈って。なんだよこれ。お礼だ。じゃあな。ケーキ美味しそうだね。ミスズ、どうしたのこれ。いや、チップの代わりらしいが。そうなの？よかったね。何が？だって受けたんでしょ、ユキトさんのお仕事。くれたのは見知らぬ中年の男だ。はあ、中年。しかも受けたのかどうかは疑問だ。そう。食うか。ううん、すぐお昼ご飯だから。そうだな、昼だな。帰ろ、ラーメンセット作るから。今日はね、セットのご飯チャーハンにするんだよ。でデザートにこのケーキ。そうだな。じゃ帰るか。風が気持ちいいね。ああ、そうだな。翼があったらいいのに。あったら何するんだ。あったら
この風を切って飛べる。あの雲の向こうまで見に行ける。ミスズ、夢を見るの、うん、夢を見るの、不思議な夢、空の夢。自分は空にいるの。そこは見たこともない世界。こうしていれば自分の上に雲はある。なのにそこでは自分の足の下に雲が張り詰めてる。雲の隙間からは海の青が見える。でもそこまでがどれくらいあるのかもわからない。どこも無限に広がってる。その空では雲は逆に流れてる。消えた場所から雲は生まれて、生まれた場所に消えていく。その繰り返しをじっと見ながら、私は風を受けている。そんな夢。お前は誰なんだ。私神尾美鈴。違う、その夢の中でだ。それはやっぱり私だと思う。もう一人の私。この空の向こうには翼を持った少女がいる。それはずっと昔から、そして今この時も、同じ大気の中で翼を広げて風を受け続けている。そこで少女は同じ夢を見続けている。彼女はいつでも一人きりで、大人になれずに消えていく。そんな悲しい夢を何度でも繰り返す。女の子は夢を見るの。最初は空の夢。